Hello, everybody. This week, Oksana is absent, and I will be the MC, and I'll talk a bit too. This is the usual monthly Eduverse Insider. Right?皆さん、こんにちは。マンスリー、エドバースマンスリーインサイダーです。今日は、Oksana さんちょっと、ご都合が悪いということで、私が MC 兼、ちょっとおしゃべりをする。そういう感じでございます。はい。じゃあ、倉田さん。So, Mr. 倉田。We were at the, Blockchain Expo in 幕張。Yes, that's right. So, could you give us feedback on the event? I think that we can just, watch that what happened, that we see that in expos. All right. And then we can just say that this time, that's mostly inside our title called, Rise of Eruverse. Rise of Eruverse, I think in 1.5 months later. Yes, yeah, yeah. Yes. I'm very looking forward. Yeah. Okay. ということで、この、ブロックチェーンエクスポ、盛大に開催されてわけですが、これをですね、これをですね、こう、皆さんとちょっと共有してみたいと思いますね。はい。で、まあ実際には今回、マンスリーインサイダーなんですけれども、はい、Rise of Eduverse というですね、はい、このエドバースの台頭というか、エドバースの立ち上がりみたいな、はい、まあ1ヶ月半から2ヶ月後に迫ったフルバースでありますので、はい、なんとか、うん、これをですね、皆さんと大いに盛り上げていきたいなと思いますが、はい、まずはこのブロックチェーンエクスポ、この状況をちょっと見ていただきたいと思います。はい、皆さんちょっと見ていただきたい。So now we go to the video. Yes. Thank you.This is the blockchain exposed. この、今回この、少しこの、VTuber が少し登場しちゃったりしてね。It's come a while. これが新しいゲーム。そうですね。あ、これもね、ゲームじゃなくて、VTuber でこの人が、お話をしたりして、はい、このエドバースのプロモーションをするっていうんですね。で、この後ろでエドバースのビデオとかが、その会場風景で結構ざわざわしてるんですけど、結構すごい人が出ましたね。で、もうど真ん中、ということでやってまして、ここでちょっと、これちょっとゲームしてますけれども、ね、はい、これフォートナイトのね、これは忍者のやつですかね。はい、これ登ってくやつなんです。はい、あ、なるほど。ちょっと新しいゲームのやつで、どんどん動きます。で、まあ、スピーチなんかもこれ、はい、フグラさんと一緒にやったりしました。はい、これ初日の方ですね。はい、日本のですね、日本語のデザインにめちゃくちゃこだわってきた方がいまして、もともと日本語の方たちになりたかったやつが、日本語のデザインになぜかめちゃくちゃこだわってたりするので、そういう細かい一部のこだわりも楽しんでいただくと、リレーバースが自分のプロジェクトを締めるぐらいの、アバターの服装とか、顔つきとか、もう、そういうのが好きだったりされます。うん、そうですね。はい。なので、私たちですね。そして、はい、ポリ、裏付けにした、裏付けを作ったというのが、気分になりました。まあ、しっかりその通りだと思います。はい、まあ、これは一つのエコシステムができるわけですね。そうですね。はい。はい、ということで、はい、まあ、こんな形でですね、うん、相当な数の人たちが、はい、ここの、ブロックチェーンエクスポの方に、うん、ご来場いただいて、はい、で、まあ、ある意味では、今回、まあ、ゲーム、うん、3つのゲームっていうのがどんなものかっていうことと、うん、で、あとは、その、プロモーションとなるですね、うん、この、いわゆるフォートナイトの、まあ、サードパーティーとして今参加しているフォートナイトの、はい、まあ、こういわゆるゲーム。はい。そして、このゲームに対して、この新しい、これテストバージョンも実はまだ、うん、ローンチされなくて、はい、これフォートナイトでローンチされるので、うん、一気に人気を上げるために、はい、詳細については、実はまだ、うん、公開してないんです。はい。で、これ、ただ、あそこのテストバージョンでは、うん、忍者っていうか、まあ自分がアバターがですね、うん、こう、江戸のこう、江戸城の中でこう、うん、風吹き荒れる中を、こう、なんか、こう、登ってくるんですよ、なんか、ね。で、そういうところで、自分自身もね、少しゲームやってみて、うん、はい。
途中まで行くと、こう、失敗すると落ちちゃうんです。はい。で、またやり直さない、うんうん。結構面白い。うん。あれ、ハマっちゃうとですね。え。とにかく、ゴールに行くまで行っちゃうから。したいな。ちょっと面白いのかな。なんか昔、マリオかなんかで、そうですね、もやったのもあるんですけど。楽しみにしていたいですね。これ、まあ、11月末とか12月に出てくるはずで、うん、で、それで12月末には、まあ、エドバースの方に出てくるということになるわけです。はい。So, that is a very big event. Yes. Makuhari. Yeah, that was actually really, exciting, experience for us to hear that. We had the speech together. And also, we could try, several of the games now. Yes. So just particularly that as a test version of the Fortnite. Mm-hmm. It's a climbing thing. Yes. You just reach the target, but it's really hard to reach. Yes. Yeah, that's good. Actually, many people came, mm-hmm. and then the many people just know that what Edobus yes. actually is mm-hmm. now, and then all the concept of those. Right. Yes. And the details of the games were mm-hmm. are still not, of course, not yet. Yeah. Yeah. So it's going to be announced very soon. Yes. And then, yeah, mm-hmm. I hope that many people can just enjoy yes. in the game. Okay. ということでございまして、はい、まあ、幕張の方も、大変な賑わいではありましたが、はい、その時にですね、ちょうど、このエドバースのミステリーボックスというものを一旦、この、うん、皆さんに、売り出した。はい。65ドルでしたね、うん。はい。はい。ということで、ここに書いてあります通りで、うん、でこの中にですね、何が入ってるかわからないんですが、うん、圧倒的にお得ですよ、っていうことで、うんこれを売り出しておりました。で、これ65DUSDC という形で、はい、まあ、暗号資産ベースでちょっと売り出しているわけですけども、はい。この中にですね、様々な、このアバターが7777のアバターをこう作ってて、はい、まあ、その中の一部が入っていたりとか、基礎ユーマの馬の NFT が入っていたりとか、という形で、こう、まあ、いろいろな、こう、面白いアイテムが、非常にこう、今回はちょっともう、特別に皆さん向けに、ゲットできるようにということで、まあ、スペシャルキャンペーンですね。はい、これを、今回やったということで、これがまあ、その日には、また、これが実際に、この NFT がこう実際に出てくるのが、この、12月以降ということになるようなんですけども、うん、はい、これが一旦、終了しています。はい、また、こういった企画がたまに出てくるんだと思います。はい、ちょっと楽しみにしていたいなというふうに思いますね。はい。はい。So, we launched. Yes, so we started to sell the mystery box. Yes, that's right. Yes. The mystery box, there are many things that are inside, particularly the NFTs. Yes, yeah. And also that we just produced 7,777 avatars. Yes. And then, you might just get some of the avatar, or maybe at the end, the Kiso Yuma's, yes. the horse avatars, and the other the special items in the inside. Yes. So, you can just see, you can see that what's inside, and then very soon, probably I think in it's revealed very soon, that I think in December. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yes. So, I think I'm very ready for what, yeah, yes. what's going to happen inside. Yes. Yeah. Mm-hmm. Yes.Okay. はい。ということでございまして、この、ミステリーボックス、まず最初に出ました。はい、まあ、これがこういうようなこと、どんどん出てくると思うので、また皆さんどんどん楽しんで出ていただきたいと思います。はい。はい。はい。それでは。この3 Games Teaser Movie、これについてはもう、前回もちょっと見ていただいたので、はい、もう、大丈夫だと思いますけれども、はい。これについては、まず、馬と忍者と、そして、雲、はい。この三つです。はい、ね。もう一回画像を流しますと。まあ、これについては、はい、忍者の動きのやつって、もう今回は出ないわけですよね。さっきちょっと出てたと思うんですけど。はい。はい、もうこれはこのままで、実際あとはもう、はい、エドバースが始まるまでちょっと待ちましょう。はい。ということだと考えます。はい、so, and for the three games?So, we've shown everyone last month. So, this month, we'll just skip this and wait until next month. Right. And then, yeah, you will see. Yeah. And then see games. Mm-hmm. Okay. So, you must host racing, and then host, arrow shooting. Yes. And also, sumo, mm-hmm. the car games. Right. And the ninja training. And ninja training. Yes. Yeah, that's good. Yeah. So.ということでございましたので、こんな形で、まずゲームの方も、はい、待っていたいと思いますね。こう相撲の方もこうちょっと楽しみで、
まあ、ただ単なる、もう本当にシンプルなゲーム、うん、要は最初のうちっていうのはあんまりこう難しい、そうですね、ゲームではなくして、皆さんがこう非常にこう楽しめる、もう簡単に楽しんで継続できるっていうゲームがいいかなというふうに思うので、まあ、こう、いわゆる、今、こう、なんていうんですか、トレカっていうんですかね。はい。これが流行っているところで、自分はポケモンのトレカ結構集めたりしてるんですけど、はい、まあ、これのエドバース版になるかなとか、ちょっと楽しみにしてます。So you are a Pokemon collector. Yeah. Yes. And, and we're going to do something similar in Edoverse. Yeah. The trading card. Yes. Yeah. The concept actually, they're just about you just using it and the card. Yes. Mm-hmm. This is very simple. Yes. But it's very good. They're complicated even right. as using a card. Yes. Mm-hmm. But that's for us that we start from the very simple things mm-hmm. and then even just our generation yes. can enjoy. Yeah. Mm-hmm. Yes. Okay. ということで、まあ、我々も50代後半に入ってまいりましたね。こういう我々みたいな世代でも楽しめるゲームというものを、うんはい、ちょっと作って、はい、まずは作って、まあ、皆さんと一緒に遊びたいなというところですね。はい。そして、エドポータルのデブ、開発の状況、これはもう、実は先月からもう、ほぼ出来上がっておりまして、はい、まずこのポータルというもので、まあ、トークノミクスと、この 3D 空間になるということになっております。はい。はい。So, Aeroportals, Aeroportals is basically that, that we're just connecting a 3D space and, mm-hmm. and a tokenomics. And then we're already just established. And then we just, the engineer teams are checking mm-hmm. it. Yes. And then we'll just, this is going to be very, very hard. And then we are just now talking about security mm-hmm. Because these days the hackers yes. actually, you know, tagged the many things, yes. even just the day that, huge amount of money just, right. you know, was taken yep. from the one, the wallets. Mm-hmm. We have to be really careful. Yes. Yeah. Even just that we faced mm-hmm. it just now, mm-hmm. 1 year ago. Right. Yeah. And that yeah. NFT was taken. And then, yeah, we are now actually carefully just the building up and mm-hmm. then checking this metal portal yes. now. Mm-hmm. ということです。はい。はい。まあ、ハッカー気をつけていきたいですね。はい。そして、この、徳川の、天空、午前試合。天空午前試合。そこから続く新しいやつですね、はい。これもちょっと楽しみにしていたいと思います。はい、これはもう、近々12月ぐらいに、この、風の音、はい、そして刀、はい、さあ、これは何でしょうかって僕なんですけども。はい。そうですね。まあ、年末の、グランドオープンに向けて、はい、もう、追い込み状態です、ね。そうなんです、ね。だから、お見せできる進捗っていうのはあんまりないという。そう、ちょっと、あえてここで見せると、うん、見せると、こう、プロモーション上でどうかなっていうのがあるので。そうですね。はい。で、これ多分12月、始まってぐらいから、この、フォートナイトの天空御前試合が出てくるんですが、うんうんはい、そこのビデオには、徳川さん自身も、はい、登場する。そうですか。はい。と、じゃないかなと。はい。わかりました。なぜかというと、うん、なんか、撮影されてロケやってるませんでした。そうなのです。はい。驚くべきこと、二条城で。すごいですね、二条城で、はい。この二条城でのロケっていう、二条城の意味合いってなんか簡単にむしろ確か。これはまあ、はい、徳川幕府が京都に建てたお城でございまして。はい、で、厳密な江戸時代の始まりっていうのを徳川家康がここで宣言しと。そんな重要なお城なんです。まあ、武家諸法度と禁中諸法度を交付してたのはそういうことなんですね。そして、終わりもここなんですね。大政奉還をここで。そうなんです。最後の将軍が、平家公が諸大名に宣言したと。はい、その同じ空間で私がです。はい。はい。エドバースの始まりを宣言して、宣言してきた。はい。ちょっとこれは、すごいお話を聞きましたね、はい。はい。とても大変な、ことだと思います。エドバースの始まりが、また二条城で、そうなんです。リアルな場ですよ。そうなんです。本当の二条城です。で、徳川さん行かれて、そこで、そうですよ。もう着物を着て正座をして、辛かったです。はい。素晴らしいです。That was very amazing, the story just about 二条城 the 二条 castle. Yes. So, so, 二条城 the 二条 castle in Kyoto is where the Tokugawa Japan actually starts. Mm. So that is where the constitution of the Tokugawa regime was read to all the daimyo. Mm. Yes. And it was also the place where Tokugawa Japan ended as the last shogun announced to all the daimyo that the shogunate will be no longer. Mm. And that all the government prerogatives will be returned to the emperor. Mm. So in the same space, I wore kimono. Okay. It looks like cosplay, but it's just wearing kimono. And sat like an old Nihonjin and announced the opening of Edoverse. Really?
Yes. That's very remarkable. Yes. And this is a, this is a real visual show. Yes. It's not computer generated. It's very epoch-making, actually, in a way, yes. Things. Just yes. Iruba starts as from Nijo Castle. Yes. I'm very proud of this. Thank you. Thank you. Okay. Okay. ということで、徳川、もう、こうなると、はい、イエロさんがどこにそのトレジャーを隠していくかというですね、はい、埋蔵金ですね。はい。これの、このプロジェクト、はい、どこでどういうふうに、はい、なっていくのかっていうのをちょっと楽しみにしていたと思いますが、はいはい、なんか、それについて、こう、これからのアイディアっていうか、イメージっていうのはなんかございますか？はい。まあ、基本的な方針は立ちました。はい。でも、これは、秘密でございます。そうですね。はい。聞いてはいけません。はい。So, but the clock is ticking. Oh, yes. So, yes, I'm in the process of hiding all the treasures all over Japan. うん。Yes, as you can see. Okay. Yeah. And then I thought, I just had a meeting with a, national,Temple, Sightseeing Association. 自社観光協会ですね。はい。はい。自社観光協会。はい。なんか、エドバースと協業できるんじゃないかというふうに思ってですね、はい、これからちょっといろいろと、やっぱりお寺さん大事だなというふうに思いました。はい。はい、so, so how to connect the、Ediverse with the,Well, sightseeing in、important and ancient temples and shrines.、So, Kurata-san had a meeting related to that. Sure. Yes. Yeah. So, で、おそらく、まず江戸というところなので、はい、この東京都内にあるお寺さんと、はい、まあ、実際にリアルにちょっといろいろね、はい、提携できていくと面白いんですね。はい。はい。で、その中で、まあ、お賽銭のプログラムから、うん、はい、そこの中から、こう、やっぱりいろいろご利益がね、うん。そうなんです。で、やっぱりですね、はい、デジタル御朱印ですね。デジタル御朱印ですね。はい。はい、この、ご利益のためであればね、別にお金とか関係ありませんね。はい。うん。なんか、これはちょっと一つ の, ヒントとして、はい。ちょっとこれ、お寺さんは、江戸の中でまず一つ、はい、ちゃんと作ってみたいな。はい、そうなんです。感じもあります。はい。Yeah. So, we can just enjoy just from the temple. Yes. Yes. さあ、ということで、先ほど VTuber 少し、はい、エドバースの、ブロックチェーンエクスポでも出ておりましたけれども、はい、こちら、正式に、この今月、はい、このプロモーション開始いたします。はい。はい。まあ、少し、見えてる肌の面積が減って、私はほっとしておりますね。はい。はい。そう思いました。はい。で、今回、その左の男性の方がね、いろいろこう、エドバースのこう、あれを見ながら話をする VTuber の人のあれが、エクスポでもちょっとあって、非常になんか、やっぱり、こういうキャラがあるといいですね。なんか、動きとして、すごく、ただ単なる人間の解説じゃなくて、こういう、なんかキャラクターがこういろいろとこう話をしながら、いろいろとこうなんか展開して、またこのキャラクターがどんどん変わっていくるんでしょうね。はい。はい。今はね、新選組の、こう、服を着ている。So, so, so, so that was the official VTubers. Yeah. Yes. For Ediverse. Yeah. And the boy came to Makuhari. Yeah. Yes. And did the guide. Mm. And that little guy just in the videos. Yes. Yes. Mm-hmm. So you like that. Yeah, I like that. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Well, I'm happy that, the girl is dressed more conservatively. Sure. Oh, yes, that's right. Yeah. This is a really like sort of a conservative way just in the Edo period. Yes. Right? Yeah. But it's becoming to the Oiran and the hipsters. Yes. Oh, yes. Yeah. That's, yes. That's also very attractive too. Oh, yes. Mm-hmm.ということで、何かこれも楽しみにしているプロジェクトでありますが、はい、もうここから一気に進んでまいります。皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい。はい。Okay. そして、Okay. And the rights of a problem, I think, okay. I think we can just skip it to the last one. Yeah. Because that we don't, yeah. Now for a while that we have to focus on just launch of things. Yes. Okay.ということで、これはまあ、ちょっとスキップしていって、まあ、前回とそんな大きく変わっておりません。さあ、どこかで何かが起こる可能性がありますよということなので、はい、次のプログラム行きましょう。So, then we have others, as others, we have some project with Iba Sensei with that we have a Ukiyo-e Museum.、Mm-hmm. And then we just developed that, Ukiyo-e, NFTs now that we can send it out.
That's also weird. Just this the EvaSense NFT will be just a little different spec from the original Edobus, yes. The blockchain ecosystem, because we just utilize that cryptocurrency called the Polygon. Yes. The Polygons, why just we make they are using for the Polygon is that the Polygon or the gas fee is very, very low, much more than Ethereum. It's just like a nothing. Yes. In this case, we can just create a very cheap, and then we can just sell at a very low price. Yes. So we can just officially can just start that very soon, but we just made it the last time in the Death Rat week in Ginza. We sold a 3 EvaSense special UQ NFTs. That kind of price became around 50,000 to 70,000. Yeah, that's very reasonable. Yes. Yeah. So we hope that actually, we can just launch the platform to sell. It was UQ, I think. Yes. ということで、あの、浮世絵については、あの、新しいポリゴン、まあ、イーサリアム我々使っての、あの、ERC20 というトークンを使って、で、まあ、あの、ERC の721という企画でですね、あの、この、今まで NFT を作ってきたんですけど、はい、まあ、刀もそうですけど、この浮世絵についてはもっと皆さんに持っていただきたいので、このポリゴンというですね、ほとんど手数料がかからない。で、作るときにも手数料がかからないというですね、そういうものをの浮世絵 の NFT を作って皆さんにあの売り出しております、はい。で、まあそういった意味では、あの皆さんが簡単に手に入れていただきたいんですが、このイバセンさんの浮世絵ってちょっとあの特別なあのもので、はい、あのイバセンさんご自身が半径を持っていらっしゃるんですね。というのは、イバセンさんはあの430年にわたって、あの、この江戸時代からですね、ずっとあの、なんていうか、この、うちわを作る。430年間うちわを作り続けてきている、その、あの、まあ、今で言うと会社、そうですね、なんですよね。で、あの、そのうちわの模様とか、そういうのに浮世絵を含めて、こうやってきた、そういった浮世絵の版権をお持ちいただいた。その版権を利用させていただいて、この浮世絵の、あの、この NFT を売るというね、そういうような段取りになっているわけです。はい。はい。ということでですね、このエドバースのプロジェクトはどんどん進んで、今、この、あの、結構インスタとか見ていただくとどんどん出てきていますので、どんどんチェックしていただきたいと思います。はい。はい。これもフォローしていただくということで、前回と同じように、またプロモーションをさせていただきたいと思います。はい。そして、デジタルツイン。はい。これはね、結構今話をいろいろして、皆さんと知ってって、本格的に、このパートナー企業を選定して、あの、行きたいんですね。で、今回、まあ、あの、一つ、非常に面白いっていうか、ちょっと残念だったこともあったのは何かっていうとですね、あの、エドブルユナイテッドっていうのは、エドバースをスポンサーしてて、この最後、関東、リーグの最後のところで行ったんです、はい。ファイナルリーグ、ファイナル、あの、マッチで、はい。で、あと一勝したらもう次のリーグ。J、はい。なのかな ?6 か7に上がれる、はい。というところまで行ってたんですけど、それが残念ながら、一勝が難しいのかなっていう、すごい前線したんです。で、これ本田圭介さんがね、あの、ここのジェネラルマネージャーでやってらっしゃって、で、あの、まあ、エドバースの中でも築地の地区はいずれここに、あの、大きなスタジアムを作り入ることで、まあ、ホームになっていただいてですね、この中央区から大きな、この、いわゆる、この世界の、あの、あれに、あの、ワールドカップのできるスタジアムができるということでね、頑張りたいと思うんですけども、ね、あの、引き続きですね、このエドユナイテッド、エドバースね、はい、あの、やっぱりエドつながりはあるんですけどね、一緒になってこう頑張っていきたいですね。はい。So, this is twin, we have a lot of, now evidence for the yeah yes and then the first thing that we have to just report about Edo United the general manager is the Keisuke Honda's it's very famous professional soccer player that he wanted to just
build the real, the Saka Stadium in Chuo in Tokyo, say, the center of Tokyo, so, and then the whole World Cup in the future. Yes. So, but you know, we just tied up together that, you know, we already just had a space in Tsukiji this year, just to build the Saka Stadium, the big things that, that to do that. This is a World Cup in the future. Yeah. So, I hope. Yeah, so they can just make it. They are actually, you know, stepping up just a league, just from the Tokyo to Kanto. But you know, this year that at the last stage they couldn't make it. Mm-hmm. So and then I'm just expecting the next. Mm-hmm. Yeah. Yes. ということは、実際に、こういった、エドールユナイテッドの話もございますし、はい、で、その他でですね、実際今後、このエドバースと、こう、いろいろリンクしていく、まあ、エディバセンさんもそうですけども、うん、まあ、北電子さんもそうですし、はい、まあ、実際名前を挙げていい会社さんもいて、まだ、こう、話して名前挙げられない会社もあるんですけれども、できれば、この空間なものですから、ショールームをやっぱりこうきちんと作っていきたいんですね。そこでデジタルツインということでどうしてもやっていきたいので、これについて今ちょっと話している皆さんと、その、まあ、リアルな実現をしていきたいなという。まあ、こういう、まあ、ことで今、暗号資産を利用したこのプレイトゥアンとかですね、この辺をメタバースという、こう一つのこうアイデアの中で、この経済圏を作っていくというですね、ことが、まあ一時期すごいブームになって、今ちょっとこう下火になっているんですが、これ必ず、もうこれ世の中の流れだと思うので、必ずまたその中にまたこう大きなこう流れが出て、まあ、その中にこのエドバースというのは、日本の中では一番のコンテンツになっていると自分で思う。います。はい。で、そういった意味では、徳川さんご自身もですね、こうやってして、ご参画いただいたりですね、このエドバースをどう育てるかっていうのが、このいわゆる日本のメタバースをどう育てるかっていうことにつながるんじゃないかなというふうに思ってますので、はい、今後もですね、引き続きよろしくお願いしたいというふうに考えております。はい。はい。ということで、まあ、大体今日はこんな感じで、終了したいと思うんですが、はい、まあ、もう実際に直前になったので、それほどあんまり長く、報告するよりは、はい、もう我々としてもこの、最後のこのローンチに向けての詰めをどんどん進めていくということで、はいはい、今日は終了したいと思いますが、何か、ネット上からの質問等はございますでしょうか。プロモーションはどの媒体でやるんですか？プロモーションの媒体、はい、これからちょっと大きく、ね、考えていかないといけません。いろんな意味で、こう、プロモーションを最後どこでやるかってね、うん、何が一番有効かっていうのはちょっと、はい、このファンデーションの中とか、もしくはこのアドバイスレバース株式会社が今、コンサルしてるんですが、うん、そこでコンサルをしてちょっとプロモーションをこう展開していきたいなというふうに考えております。はい、もしお質問、まあ、できればね、テレビとかそういうのが出てくれば面白いのかもしれませんが、まあ、どっから何がどこまでどういうふうにできるか、はい、これはですね、少しまた、この直前のところから、これが出てくる、動きを見せていきたいと思うので、はい、皆さんお待ちいただきたいと思います。はい。はい、は正式オープンは12月何日くらいですか？ですね、本当は今ですね、31日を目指して頑張ってまして、チームが大晦日の日に、10年の彼と共に一緒にやろうというね、っていうのもあるんですが、そこになんとか間に合わせるように頑張りたいと思っています。はい。はい、はい。という、この、まあ、このような形で、本日の、このマスインサイダーということになりますが、はい、来月以降もまたですね、ちょっと楽しみにして、はい、頑張ってまいりたいと思いますので、皆さんまたよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、Thank you very much.